どうも皆さん、ようそら、岡村と申します。ディズニー、ツイステッド・ワンダーランド実況プレイ、やっていきましょう。ということで皆さん、あの、ゴーストマリッジが、ついに復刻来ました！いや、皆さん、僕ね、このゲームが配信開始された当初はね、実は、触れてなくて、ちょっとしてからね、こう、始めたので、すでにね、ゴーストマリッジ、1回目があった時に、僕それ、終わってたんですよ。だから今回こうして復刻でね、来てくれてめちゃくちゃ嬉しい。しかも、当時は、SSR 召喚でエース君。で、SR でエベル君がね、限定できていたんですが、なんと今回復刻に際して、SR にリリア君が追加されて、SSR に召喚でなんと、ま、さっき映ってたんですけど、リリア君が来たんですよ！なりきり花婿バージョン！僕も皆さんね、ご存知の方、僕のこと知ってくれている方はね、ご存知だと思うんですが、リリア君が最推しです。引くしかない！ただ、もうすぐさ、まあ、もうすぐってか、だいぶ先だと思うんだけど、第6章、イグニハイド領のお話が多分来るじゃないですか、次はもう流れ的に。ってなるとさ、オルト君挟んだらもう次、イデア君の SSR じゃないですか。だから結構スパン早いなと思って。この間ね、この間って言ってももうちょっと前だけど、誕生日もあったじゃないですか。僕それも引いたんでよかったら動画見てほしいんですけど、だから結構イデア君の SSR が急になんかね、来てますよね。ネンドロイドもこの間発売予約してたし、俺予約したしっていうか俺、一緒におっきいぬいぐるみもね、予約したしね。まあ、そんなこともありつつですけれども、まあ、でもちょっと実はですね、月末ということもあってですね、ちょっと、今鍵がそんなになくて、てか石が今変えてないので、石は802個。で、単引きのキーが、21個。で、10連キーが1個と。実はカリム君の誕生日も被ってるので、明日になったらもう10連勤もらえるんですが、今日はね24日ということで、1日前なんですが、まずは、優勝10個で引ける1日1回限定、こちら引いていきましょうか。いや、ドキドキする。ま、1枚は絶対引きます。絶対に引きます。さあ、第1回目は全演出を見ていこう。この後からね、トントンちょっとこう、テンポよく引いていければなと思ってるんですが、あと、鼻声なのはごめんなさい。闇の鏡に導かれし者よ。さっき起きました。久しぶりに聞いたこの声。ガチャ久しく引いてないんだよな。あ、これは、レアですね。コンフィギョーレ。あー、ルークくんありがとう。最近別のゲームでルークって名前ずっと呼んでたからなんか、ごっちゃになっちゃうわ。そっちはルーク・ウィリアムズだったんですけど。さて、じゃあ10連とかを試す前に、1回召喚を、ちまちまやってみようか。まずちょっと5回ぐらいやってみる。6回、6回行くか。じゃあこの、1回召喚を6回行ってみましょう。ここ、あ、レアですね、これは。ケイト君、オッケーオッケーオッケー。しぶきがファーンって出るやつとか、なんか、なんだっけ棺桶の装飾とかさ、なんか羽の舞い方とかで、SS レアの演出があるみたいなんですが、僕は基本的にね、このしぶきだけでいつも判断してます。なんか他がよくわかってないので。あー、リリア様マジで麗しい。麗しゅうございます。さて、どんどん引いていきますよ。エイサー！さあ、カラスがいっぱい鳴いています。羽も舞います。来い！ああ、レアが多いですね。懐かしいね。最近やってないから。アデュースくん！来てくれてありがとう。なんかこの、もどかしさ、久しぶりですね。まあでも香水手に入るんで全然いいですけどね。香水やっぱ背景とかと交換するんで、いつも。あ、レアばっかり。ケイトくん。ケイトくんのさ、これなんか前も俺ガチャの動画で話した気がするんだけど、もう一回言うね。もう一回言わして。ケイトくん、もう一回言わして。あれ、ケイトくんのさ、スマートフォンケース発売されたじゃないですか。あ、デュースくんありがとう。初レベル大好きだから嬉しい。あれがさ、もうこの勢いでいっぱい引いちゃうね、ごめん。あれがさ、再現されたスマホケース売られたじゃん。あれ俺さ、買おうと思ったんだけどさ、俺 10S Max っていうさ、なんか、中途半端な大きさのさ、なんか、スマホ使ってんのね、バカだから俺。バカだから。あ、ビル様！ビル様俺2番目に好きです。ありがとう、愛してる。ビル様愛してる。だから、結構ね、何、つけられないのよ。大きさの基準的に。だから、それのために12買えようかなと思ったけど、どうせだったら、ちょっとじゃあ、もうちょっとお金も貯めてから買いたいから、じゃあ13待とうかなと思って。でもそうするともうさ、1年後じゃん、そっから。いやーもうどうしようと思いながらもう、でもじゃあ保存用に買っとこうかなとか思ったんだけど、諦めた。諦めたの。だもし13が発売されて、何だっけあれ。
ケイト君のそのスマホケースと同じ基準で付けれるケースっていうか同じサイズのやつだったら、いとこがね観賞用と保存用で2個買ってるって聞いてるんで、それ1個僕が譲り受けたいなと思ってます。無理やり奪い取ります。嘘です。あー、ラギークありがとう。普通にちゃんといとこから買い取ろうかなと思います。さあ、なんて言ってる間に、なんて雑談をしてる間に、ちょうど区切りがついたところで、あー、レアばっかりですね。お、この色は来たね、ジャミル君。お前それサバンナでも同じこと言えんのつって。オッケー、スカラビアとサバナクローはね、やっぱちょっと、お前それサバンナで同じこと言えんのって感じですからね。よいしょ。懐かしいアスキーアートすぎるな。俺でも世代じゃないんだよな、あんまり。いや、世代なのか。待って、レアしか出ない、単引き。やばい、SR 全然出ない、みんな。やばい。それどころか、イグニハイド全然出ないけど。ジャミル君2連続だけど。ポッケから手を出しなさい、あんた、まったく。お母さん怒るよ。さて、嘘怒らない。待って、全然来ない、やばい。え、やばいって。またスクラビアよ。あ、カリム君。まあ、カリム君誕生日だからね。うん、おめでとう。まあ、まだなんだけど、30日だよね、確かね。だかまだなんだけど、あ、じゃあ25日だ。だまだなんだけど、30日はあれだ。お誕生日ガチャが引ける、期間だわ、最後。来い！マジで来なくない？ちょっと一回、ああ、スカラビア。あ、スカラビアじゃねえ。サバナクロ。はい、レオナ君。俺いつもスカラビアとサバナクロ言い間違えちゃったりするんだよな。さて、それでは、ちょっと一旦、鍵まだ9個残ってるんですけど、ちょっと俺の心の安寧が保たれないので、このままだと。一回ちょっと10連機使っていいですか？ SR 以上ちょっと一回見ないと、今から死ぬわ、俺もう。もう死んじゃう、俺、ダメ。一旦引こう、ごめんね。鼻声で、早口で、こんな、なんか男が何言ってんだって感じだと思うんだけど、あた死んじゃう。ダメ、本当に。お願いしますよ。羽一個だったね。闇の鏡に導かれし者よ。確定率は来ないですね。さあ、来い。まずレア。はい、ラギー君。今日なんか運動着よく出るね。全体的にね。リュウス君。あ、来た！ SR。あ、なんだ？誰？どれ？おお！フロイド君！これ持ってない。あ、持ってるわ。よしよしよし、リミットブレイクはでかい。でも結構ありがたいことにガチャ動画進めてきたからね、割と SR ね、もう持ってないのなくなってきたんだよね。ジャミル君。いや、ジャミル君。ケイト君。やっぱ運動着多いな、今日。フロイド君。もう一枚ぐらい出ない ?SR 以上攻めて。ルー君。ルー君ね、ルー君。来い！来ない。マリウス君。あれだね、嬉しいね。マリウス君嬉しいね。はい、ルーク君。なんか今更なんだけどさ、このさ、装飾さ、みんな俺がおかしいんだと思うけど、なんかダイオウグソクムシに見えない？鍵刺すところ。上から見たダイオウグソクムシみたいだね。エース君ありがとう。ちょっと何言ってるか分かんなかったっていう、人はね、チャンネル登録お願いします。逆じゃない？感性が合う人チャンネル登録したくない？でも、逆に面白そうじゃない？俺みたいなのチャンネル登録してみるの、どう？みんな。してってください、よかったら。さて、まあ、お望みの子はで、来なかったんですけれども、てか、マジで青を一回も見てないんですけど、まあ、もう一回ちょっと単引きのキー使っていこうか。ちょ、さすがにここはね、俺鍵使い切るほど引かないと、絶対後で後悔するから、ちゃんと引いていきます。はい、ビル君。いや、ビル様、マジで美しいな、ほんと、いつ見ても。俺の今、ちょっとこのさ、目線の棚にさ、これ多分俺がガチャの動画最後に出した後だと思うから言うけど、1番くじあったじゃん。ちょっとさ、目とかがキラキラしてるさ、可愛いぬいぐるみが入ってたやつ覚えてる？あ、ジャック君ありがとう。あれの、俺、見事に、イリア君とビル様持ってんの。すごくね？すごくね？ビル様はね、あれしたの。ガチで当てたの。で、イデア君はね、そのいとこからもらったの。たまに俺の話に出てくる、ツイステ実況でたまに出てくる、ツイステめちゃくちゃ好きないとこ。元コスプレイヤーの。いや、めちゃめちゃね、いろんなグッズの情報とかも知ってるから、あ、危ねえ、今本名言いそうになった。じゃあ、俺が影って呼ばれてるとしようか。そういえば影さ、たまに親戚の集まりとかで会うんだよ。
とか LINE とかで来るんだけど、影あのグッズのこと知ってるみたいな来て、え知らないって言うと、あじゃあ買っとくよとか言って買っといてくれたりするの。マジありがてえ。オタク仲間マジありがてえね。オタク仲間って本当にね、みんないるべきよ。情報共有とか、あやっとやっとイグニハイドが、あやっと来てくれた。やっと来てくれた。そういえばさ、イデア君出たからさ、ちょっとみんなにおすすめしたいゲームがあるんだけど、これさ、ツイステのイデア君ってさ、このちょっとこう機械をいじる系で、ちょっとこうなんていうの、そのおどおどしてて、でこの服装とかもちょっとダボっとしてて可愛いじゃないですか。で声優さんが内山聖輝くんじゃないですか。もうほぼ全く同じ特徴を持っているキャラが出るゲームがバディミッションボンドっていうゲームであるんですよ。さっき俺がルークくん出た時に、別のルークがいる最近やってるゲームでって言ってたルーク・ウィリアムズってのが主人公のあのバディミッションボンドっていうゲームがあるんですよ。任天堂と光栄テクモゲームズと、あのアイシールド21やワンパンマンを手掛けた村田先生がキャラクターデザイン書いてる、そのゲームめちゃくちゃ面白いので、よかったらね、僕の実況かあのぜひご自分でプレイされてみてください。あの最初出てこない、途中でね出てくる四季っていうキャラクターがいるんだけど、その四季っていうキャラクターがあの内山聖輝くんの声で、あのちょっとこうおどおどしてて、こう内気で、内山くんだけにね、うん、内気で、で機械いじりが得意なの、すごくない？で服もちょっとこうダボっとしてるの、すごくね？マジでイディア君みたいなの。まあ、髪型とかね、あの顔は全然違うんだけど、あの本当に僕の好きなキャラクターなので、よかったら、だから俺多分ね、内山聖輝くんの声がするキャラが好きなんだ。俺他にも最近だったら、あのめちゃめちゃ好きで昔から読んでた堀さんと宮村くんがリメイクで連載された堀宮っていう漫画がアニメ化されたやつが最近あったんだけど、めちゃくちゃ俺があの喜んでて、ツイッターにめちゃくちゃ発狂しててね。あれさ、主人公のさ、宮村くんの声さ、内山くんだったじゃん。マジ最高だったよね、本当に。あの声で堀さんって呼んでる、最高だったな、マジで。あ、待って、お願いお願い、あ、待って来たんじゃない、うわー、いろんな感情が渦巻きすぎて、俺の中の弱った孫悟空がカカロット。マジか、オールト君の SR でも嬉しい、でも嬉しい、でもちょっとぬか喜びしたね。このガチャ引いてて、あの演出出て青だったら、もうだいぶ俺はちょっと今あれだな、期待しちゃったな、今期待しちゃったな。くぅ、これがツイステのやり方か。あ、でも青偏ってきてるね。オルト君のゾーンに入ってる、オルト君ゾーンに入ってる、いいですよいいですよ。黒バスでもあれだからね、あの青峰がゾーン入ってたからね。来いケイト君、いらっしゃい。さてということで、なんと単引き手形っていうか分かんないけどの鍵、てか鍵系が全部なくなってしまいましたので、まあ、一旦残ってる石で20連しましょうか。じゃあこのままちょっと今回雑談交えた、なんかすごい長い動画になってない？ごめんね、ちょっとみんなシンプルなガチャ動画見に来た、みんなごめん。でも楽しいでしょ。あ、待って、なんか羽多くない？え、そんなことないか。闇の鏡に導かれし者よ。ダメだー、演出は変わらない。リリア君、ケイト君、ちょっと真面目にガチャ動画するわ、みんなごめん。ケイト君、あ、ジャベル君、ヒエーヒエーベル君、ヒエーリオラ君、あカリム君、お誕生日おめでとうね。早いけど、いやダメか、ジャック、みんなどうしよう、俺もう手が止まらねえ、みんな俺もう手が止まらねえよ。これ羽の枚数って関係あるんだっけ。あ、でもさっき2枚だったけど今1枚だったな。闇の鏡に導かれし者よ。ああ、同じだね。リリア君、ルー君、
あ、あ、お、ワン。ワン。あ、ワンカードが、ワンカードの支払いが、びっくりすぎて。間違えて支払っちゃった、今。ルーク。でも、ルーク色っぽいよな。式典服のルークが色っぽいよな。やっぱ式典服メイク入ってるから全体的に色っぽいよね。来た。やっぱディアソミには意外と来ないから嬉しいね。でもリリア君と マリウス君ばっかり来てるけど。他二人どこ行った？一年生組どこ行ったんだよ。あ Oh my gosh! What? 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 Oh, nice! Cool guy! Yes! He's cool boy! He's like, wow! Oh my gosh! Oh my gosh! Wow!Oh, he's cute boy. Raggy Booch. Raggy Booch is cutie boy. Wow! Three wins up. Oh, how's Rabu? Oh! He's dandy boy. Dandy guy. Yes, okay. Trey 先輩大好き。あ、でも SSR4 つ出たの引きいいな。引きいいけど。それを集合して一つの SSR にしてほしい。さて、皆さんじゃあちょっと魔法をかけてくるんでお待ちください。あ、全然指なんなかったわ。はっ、なんだ、魔法のおかげで石が増えてる。ありがとう。俺はこれで絶対ニディア君を引くよ。ありがとう神様。行きましょうかね、みんな。なんか金色に輝く神様が俺に手助けをしてくれたわ。さて、羽が2枚。あなたのお言葉ちょうだい。何時の魂の形を見せよ。来た。あれ、これなんだっけ。あれ、これ確定。あれ、なんだっけ、これ。あれ、なんだこれ、なんだこれ。あ、なんだこれ。あ、あれ。あ、レオナ君。あ、待って、初めて一緒に。うわ、え、待って、レオナ君の、あ、あ、あ、めっちゃかっこいい。レオナ君の式典服初めて見た。え、かっこいい。バカかお前。何人の女性を殺す気だ。それで何人の人々をその顔で葬ってきたんだお前。やめとけ。式典、堅苦しいのは好きじゃない。はわわわわ、バカいい。待って、 SR いっぱい来るよ。おお、ラギーク。あれ、待って、これも初か。おお、なんだこれ。急に初の SR いっぱい来た。あ、怖い。需要と供給が偏りすぎている。清潔感とかあんまり気にしないけど、パリッと綺麗な実験着はいいっすよね。わかる。ノリの匂いするのね。え、待って、 SR めっちゃ来るよ。来んじゃない。いやー、スカラビア。いやー、意外と。わー、おじゃめりか。あれ、これも。あ、あー、2枚目か。そうだよね、あんま見たことないこの絵。え、待って、やば。なんで急にこんななんかレアなやついっぱい来てくれんの、俺にとっての。え、 SR めっちゃ来る。え、 SR 以上がいっぱい来るよみたいな確定率だったのかな、さっきの。あ、ジェイト君の指定服、やっぱメイク入ってるからみんな色っぽいわ。色っぺー。リディア君よ。ルーク君よ。ビル様よ。あれ、ルーク君よ。あれ、シルバー君よ。あ、あれ、ルーク君よ。ありゃ。あれかな、初めて出るやつが出るよっていう確定だったのか。まあ何はともあれ、やったぜ。さて、じゃあもう10連いくか。でもここまで引いて SSR1 回も出ないのきついね。まあでもここまで来たら SSR 確定バーがもう62まで溜まってるんで、いつかは引けちゃうんですけど。さて、来い。あ、カラス飛ぶ。羽1枚。何時の魂の形を見せよ。あ、でもこれあれか、あれ、あれか、10連だったらこれ確定でこの文言だっけ。そんなことなかったよな。あれ、あ、リリア君どうだったか忘れちゃったな。ガチャが久しぶりすぎるんだ。ジャック君、フロイド君、カリム君、デュース君。あ、これ、あわわわわわわ、おー、オレンディアラギ君。いや、その耳がね、浮いてるのがマジで可愛いんだよね。さあ、これで SR は、青、青、青、あー、赤、赤っていうか、朱色。わあ、でもやばい、ちょっと偏ってるぞ、これ。やばいぞ。マジでやばいぞ。絶対動画で行きたいの、俺は。お願いします。お願いします。
てきて。なんか赤だ。デュース君、このデュース君爽やかで好き。うわあ、痛い。どうしたらいいんだ。俺はどうしたらいいんだ。俺に出せる限界の魔法石、最後の単引き、これで今回の動画は終わりです。もしダメだったらもう動画外で引くことになってしまうんで、まあ、でも絶対引くんですけど、頼む、来てくれ。俺待ってるよ、ずっと待ってるよ。闇の鏡に導かれし者よ、来い。ケイ君、はい、ということで、なんと俺初めてなんですけど、多分ガチャ動画で大爆死。マジかー。 SSR 確定まで残り、27ということで、どうしよう。みんなさ、俺の引くところだけでも動画で見たい？多分絶対明日また入れて多分引きはするんですけど、魔法石を魔法で出して引くと思うんですけど、もし動画上げてほしい、続きが見たいっていう方はよかったらね、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントでよかったらお願いします。いやー、まあ、コメントで要望が多ければ引くところも改めて、まあ、もしかして短くなるかもしれないけど、動画で出そうと思いますのでよろしくお願いいたします。いや、マジかー、悔しい。結構俺普段引きよかったので、その分悔しいですね。カード見てみようか。ほら、このさ、誕生日のイデア君とかはさ、ここで笑顔でいるんですよ。かわいい、マジで。いやー、こういう感じなんですよ。いや、てか、工場 SSR もね、さっきも言ったけど、もうすぐ来ると思うので、その辺も楽しみに。あ、俺、ビル様のやつ、まだ全然育てられてないしな、おめかし。とかもあるので、ぜひとも皆さんね、今後も私のこと応援、お願いいたします。ということで、ぜひとも皆さん、面白かったら、チャンネル登録、コメント評価、Twitter やインスタグラムフォローしていってください。またお会いしましょう。バイバイ。あ、よかったらみんなのガチャの結果も教えてね。バイバーイ。